演劇ってね、自分じゃない自分になれて楽しいわよ。きっと入ってよかったって思う日が来ると思うわ。私何部に入ったんだっけ。はあ、演劇研究会だけど。演劇無理だ。おい浅井さん、しっかり。演劇研究会入部秘話、春風のいたずら。麦、麦。浅井さん、浅井さん。麦、麦。あ、気がついた麦。かよっちゃん。はあ、よかった。西田くん、ここは教室。もう一時はどうなることかと思ったよ。あの、私気絶していたのよ今まで。気絶？そう。ちょっと外の空気入れるね。で、またパニックになるようなことでもあった？ね。うんうん。ゆっくりでいいから。うん。ね。あ、何？なんか、普通に話してるみたいだけど、大丈夫なのか？何が？いや、だって浅井さん、さっきまで気絶してたんだぜ。俺、びっくりして気絶する人なんて初めて見たから。ああ、そうなんだ。よくあるよね、麦。恥ずかしいよ、かよちゃん。もう、びっくりしたわよ。西田が走り回って私を探してるんだもん。悪い、遠山さん。俺も焦っちゃってさ。ごめんね、西田くん。迷惑かけちゃって。いや、俺は別に。かよちゃんもごめんね、入学早々。いいよ、入部届は出した後だったしね。入部届？うん、ちゃんと入れたよ、写真部。先輩たちも面白そうな人たちばっかりで、いろいろ勉強に。って、そんなのは後後。で、何があったのよ。あ、そう、入部届。入部届がどうしたの？出しちゃったんだ。え？どこに？それが、英会話部。違う。エアロビ部。違う。演劇部。え？なんだ、身構えてがっかりした。え？いいじゃん、麦って昔から花とか見るの好きだったし、合ってると思うよ、演芸部。違うの、演芸部じゃなくて演劇部。演劇部？演劇部？どうしよう、かよちゃん。麦が演劇部って、なんで？悪い、うちのバカ姉貴のせいで浅井さんを巻き込んじまってさ。西田のお姉さん？ああ、昼間俺を追いかけてた髪の長い。ああ、あの人？綺麗なお姉さんだね。綺麗？あのガサツで凶悪で獰猛なアマゾネスが？アマゾネスって君ね。あ、そんなことより、そのお姉さんが麦を無理やり演劇部に入れたの？私だけじゃなくて、西田くんも。演劇部じゃなくて、演劇研究会な。そんなのどっちでもいいの。麦、無理やり入部させられたって言うなら、私が行って入部届返してもらってくる。西田、部室どこ？待って、かよちゃん。無理やりじゃないの。無理やりじゃないから、そんなのやめて、かよちゃん。麦。わかった。麦がそう言うなら。うん。でもびっくりしちゃった。ねえ、なんで演劇部になって入ろうと思ったわけ？それは。前から興味あったの？うん。だよね。にしても演劇部か。
演劇部演劇部。ねえ、演劇部って何するの？そりゃ演劇だろ。具体的には？さあ、西田も入部したんじゃないの？強制的にな。じゃあよく知らないの？強制だからな。うん、そっか。ああ、でもうちの姉貴たまに家で稽古してたな。どうなの？わかんねえけど、なんかセリフっぽいこと言ってた。おお、ロミオ、あなたはなぜジュリエットなのって感じ？なんか違う気がするけど、まあそんな感じ。そのお芝居を舞台に立って人前でやるんだよね。演劇だからそうだろうな。麦、ジュリエットできる？無理だよ。私、自分のことだけでいっぱいいっぱいなのに、人前でお芝居なんて、そんなの。麦、浅井さん。でも、もしかすると、もしかするかも。やってみたら、麦。かよちゃん、案外麦自身も知らなかった自分の意外な一面に気づくかもしれないじゃない。無理だよ。始めてもないのに無理言わないの。別に女優目指せって言ってるわけじゃないでしょ。でも人前で演じたりするなんて無理だよ。私、舞台の上でお芝居するなんて全然想像できないもん。私だって、まさか麦が演劇部に入部するなんて想像してなかったよ。だからそれは。大丈夫、麦はいざとなったらすごい力を出せるってこと私が一番よく知ってるもん。なんとかなるってね。かよちゃん、私に演劇なんか。綺麗、桜が風の中にあんなに舞って。見て見て、麦、教室の中にまで桜が。麦、どうしたの、ぼんやりして。浅井さん、なんか顔赤いぞ。ちょっと思い出したの。あの時、私はかよちゃんと一緒に演劇研究会への入部を取り消しに行くこともできたはず。でもそれをしなかったのは、桜舞う春風の中にまだ名前も知らない桜の花が似合う、あの綺麗な人の優しい声が聞こえたから。演劇ってね、自分じゃない自分になれて楽しいわよ。きっと入ってよかったって思う日が来ると思うわ。